もうすぐ春ですね。本当に良かったなと思います。なんていうのか、冬はね、僕は嫌いなんですね、基本的に。でも、まあ、春はまた違った意味で嫌いなんですね。嫌いというか、その、というか、見たくないものを毎年見るような気がして、なんていうか、なんていうのかな、なんかいい思い出がないとか、そういう、威張ってやつなのが基本的にかもしれないですけど、まあ、なんていうか、まあ、新しいものを作り上げていく、新しいものが無理やりできていくっていうのは、ポジティブなことだなというふうに思って、まあでもそれになんていうか対峙できてるのかなと思うとちょっと怪しいなというようなことを考えた結果がこの曲なんですけれど、まあそういうことを言いたかったんじゃなくて、最後にということで、本当に皆さん、今日は来てくれてありがとうございます。出演してくれたモンドリスの皆さん、ゆくばの皆さん、あと味方やすのお二人、本当に感謝しています。ありがとうございます。じゃあ声優太郎バンドでした。ありがとうございました。